皆さん、こんにちは。あやめみのえみです今日は、えっと、この新作ですね、5種類の新作を作りながら、ちょっとお話ししていこうかなと思います。で、既に、えっと、新作なんですけど、先行販売のみ、今、インスタライブで、えっと、こちらをね、紹介させてもらって、購入いただいたものがあるので、それを作りながら、 今日のお話は、ええー、と、ショップバッグを作った経緯っていう話をしようと思います。ちなみに、ショップバッグっていうのが手提げ袋なんですけども、あの、いわゆるショッパーとか言われるものですね。こんな感じで、黒の無地にゴールドの箔を押してもらって作りました。 でこれにこう箱を入れて、パンフレット入れて、みたいな。渡しやすいサイズ感で今回作ったんですけど、今までは真っ白の無地の、えっと、ものを同封したりとかしていて手下げ用に。で、まあ、今回ね、これを作った経緯のお話っていうことについてね、ちょっとお話ししながら私は作ろうかなと思います。 早速、今回ね、これは、あの、石にリボンでこうラッピングして、三日月のチャームに入れるっていう、入れるっていうか合わせるデザインなので、このリボンをね、作りながらお話しするんですけど、ちょこちょこ多分こう画面から外れて、 作ることになると思います。それは、あの、隠して、隠したいとか、デザインの作り方隠したいとか、そういうことではなくて、単純に難しいからっていうだけなんですけど、まあせっかくなので残そうかなと動画に思ってね、今回チャレンジしてみます。えー、っと、まず、ミスティック・タンザナイトから でまあ、今回ねお話ししようと思ってる内容が大きく分けて2つあるんですけどこのショップバッグをね作ったきっかけっていうお話とあとはえっとちょっとは最近ね、まあ、YouTube から来ましたって言ってインスタライブ見に来てくださったりフォローしてくださったりインスタグラムとかをもちろん作品のお迎えもそうなんですけど まあそういうのがね、ちょっと増えてきたっていうのもあって、やっぱ YouTube すごいなーって思う反面、思う反面ですね。やっぱ YouTube だけじゃなくて、ちょっと、何ですか、こう、私のこだわりみたいなところは、あの、何て言えばいいのかな。 私のこだわりをちゃんと文字にして文章にしてこうブログみたいな感じで残そうかなっていうところをちょっとここね最近というか今年っていうか頑張ろうかなみたいなふうにこう思ってるんです。要は自分のこだわりって結構インスタグラムではお話ししているつもりなんですけど、でもそれも一回伝えただけだとまあ。 言うて、あれですよね。あの、毎回私の投稿をこう、全部こう目を通してくださる方ってそんなにやっぱ多くない。私でも、すごい好きな何かを見て、誰かのね、投稿を見てたとしても、なかなかその、全部を読み切るみたいなことってないので、まあ、そういうのもね、しつこく、 しつこくというほどではないですけど、まあ何度、何度かに分けてお話しするっていうのは一つ必要なのかなっていう。なのでまあ YouTube でもお話しして、あと、えっと私のね使っているオンラインショップではブログの記事が書けるんですよ。だから、そのブログの記事をまあコピーしてインスタの投稿にしたりとか、 あと、最近ね、ミンネでレターっていう機能が、機能が復活したんですよね。もともとあったものなんですけど、いわゆるブログ記事みたいなものなんですけど、まあそういうところで自分の、なんですかね、制作に対するこだわりだったりとか、っていうのを、ちょっと伝えていくってまあ私ちょっと喋るのは得意なんですけど、文章で書くとかしこまりすぎちゃって苦手なんですよ。まあなんか、活字の威力ってやっぱすごいから、 やっぱや、ね、なんかこう、意図してない伝わり方をしてしまうと怖いじゃないですか。怖いっていう言い方たえだけど、ね、っていうところがあるから、ちょっと避けていたんですけど、これからはね、ちゃんとチャレンジしようと思って、で、その話を、その話っていうか、ブログと、えー、っと、そのレターっていうのに書き終わったので、同じ話を、まあ、作りながら、この、 YouTube でもね、しようかなーっていう感じです。それがショップバックの話なんですけど、そのショップバックの話にじゃあいきますね。ショップバックの話っていうのが、うーん、OK。あの、ま、経緯ですよね。今回作ることになった経緯っていうのが、まあ、ある程度、 アイアムエミというショップ自体に、こう、何ですかね、動きが決まってきたって言えばいいのかななんか新しいことにチャレンジすることって、まあ例年とかと比べたり、まあ初めの頃とかと比べるとね、どうしても少なくなってきちゃうんですよ。ちょっと慣れてきちゃうみたいな。だけど、そうなった時に、一つね、 こうなんて言えばいいのかなこう自分に何が足りないのかとか、自分にどこができてないとか、そういうことってやっぱ、なん私はほら作家だからさ、気づかないんだよね。だから、あやっぱこれ映しながらやると難しいわ。ちょっと目元でチェックしながらやりますね。そうだから、気づけない。気づかないってより気づけられないから、 まあ、ちょっと、知り合いのね、男性、まあ、男とか女とかっていうのも最近ちょっとなんか、言っちゃいけないみたいな風潮ありますけど、私ちょっと気にせずに言っちゃいますね。男性に聞いたんですよ。なぜ男性にこう、聞いた内容は、私のオンラインショップに何が足りないと思うっていう内容なんですけど、あ、できた。ちょっと、ちょっと歪んでる。そう、私の、 オンラインショップって何が足りないと思うみたいな。な、まあ、例えば、SNS は頑張ってるし、YouTube も撮るようにしたし、まあ、それはあくまでこ宣伝っていう感じですよね。知ってもらうための方法として SNS、YouTube みたいなものを媒体を使わせてもらってて、あとはまあ写真とかでより魅力的なものをお届けする。あのー、着用している、耳につけてる、首につけてる写真をちゃんと撮るとか、 季節感が伝わるようにするとか、お、できた。じゃじゃーん。いろんなね、努力を私もしてるつもりなんですけど、でもやっぱり、こう、外に向けて、まだ買っていない人とかに向けてのアピールばっかりで、買ってくださった方への、なんていうのアピールっていうか、買ってくださるためのアピール、なんて言えばいいんだろうな。 知ってもらうアピールはできてるんだよね。自分の中でできてるつもりなんだけど。けど、買ってもらうためのアピールとか、買った後に満足していただけるようなアピールって、まあ、例えば言ったら背中を押すってことよね。背中を押す、なんか一つの何かがあるといいなってずっと思ってたんだけど、なかなか気づくことができずっていうか、わ,わからず何が足りないのかっていうところで、 普段私がインスタライブで結構、まあ、聞いてるんですよね。あの、私、今こういうこと考えてるんだけど、皆さんどう思いますかって聞いて、答えてくださるのは、基本的に、まあ、基本的にですよ、多いのが女性なんですよ。私のフォロワーさん、やっぱ女性が結構多いので、まあ女性向けのね、アクセサリー作ってるから、そりゃそうなんですけど、やっぱ結構、結構、 こっていうか、多いんですよ、実は。あのー、ギフト用で購入される方が男性から。だから、まあ、アクセサリーだしね。で、まあ、そこの需要をもうちょっと高めていきたいなって思った時に、まあ、男性に何が必要なのかを聞こうっていうことで、知り合いのね、まあ、あの、方々とか、結構な人数に今回聞くことになったんですけど、 聞いてみたところ、一番最初に言われたのが、え、これってどんなラッピングで届くのっていう話だったんですよね。であ、え、えっとね、みたいな、ボックスで届くんだけど、みたいな感じで言ったら、あ、まあボックスはそうなんだけど、その、なんか手提げ袋みたいなってあるのって聞かれて、やっぱ渡すときに、箱だけで渡すわけにいかないじゃん、みたいな。普通にそういう話になって、あ 確かに。でも手下げ袋一応あるんだけど、あの無地の真っ白のやつなんだよねとかっていうと、あー、みたいな。なんかそれってもうちょっとこう、箱と同じ感じのかっこいい感じでできない作れないのって言われて、え、なんでってなったらやっぱり一番最初の第一印象って大事だよねって話になって。まあだから結局ハイブランドのものとか、ちょっと有名なものをどうしてもいつでもこう、安パイみたいな、それ渡せばいいみたいな。 感じになっちゃうんだよって言われて、あみたいな。で、その話、まあ、その全く同じ話ではないんですけど、似たような話を、実は、その、他の方にも結構されまして、今回ね、きっかけに、あそうかと。なんかやっぱ、私は、なんだろうな、そこに、のことをちょっと考えたことがあんまなくって、 確かに、箱ちゃんとしてればいいやって思ってたけど、第一印象の、こう、第一印象を与えるアイアムエミとしての第一印象を与えるのって、箱とか作品じゃないんですよね。作品だったら、こう、開けなきゃいけないじゃない一回。箱から。んかそれは、こう、開けた後の話であって、一番最初に入ってう。はい、どうぞって渡すときって、こう、やっぱ、 ショップ袋っていうのが一番最初に目に来るから、そこが真っ白の無地とかだと、やっぱ、んこれ何ってなるし、やっぱりこう、私なんか特にやっぱ無名な、ね、手作りのアクセサリーっていう、もうあの一般的に言ったらね、あの知ってくださってる方にとっては、あ、アイアムエミって分かってくれるかもしれないけど、そのほぼほぼの人に知られてないような、一ブランドとして今私は運営して頑張ってますけど、 ね、作品見てもらえれば、こう、クオリティとか納得いただけるかなとか、喜んでもらえるかなっていう、自信はあるんだけど、確かにその第一印象って大事だったなっていうのに気づいたんですよ。大きな違いがあるなっていう、無地の紙袋っていうかショップ袋もない、無地の袋でポッて渡されるのか、それとも、ああいうね、こういうショップ袋で、はいって、渡されるのかは、 第一印象で大きなね、こう違いがあるなあっていうところに気づく。っていう、気づいたっていう話。まあ、そこが、あ、できた。あ、待ってね、これ逆賃、逆賃だって、逆だった。よいしょ。はい、完成。完成完成。次も作っていきます。そう、だから、そこに、まあ、とりあえず最初に気づいて。 あ確かにななみたいなのを教えててもらってね気づくことができたのであじゃあうんじゃあなんていうのかなちょっと待ってね自分のねアクセサリーに合った自分のこうなんていうのかなブランドをより高めるデザインの ショップ袋ショップバッグを作ろうってなって、今回作ったっていうのが、その、ショップバッグを作ったきっかけのお話になるんですけど、なんかやっぱこう、そういう風に、こう、なんていうのかな、作るってなった時も、えじゃあ、何色がいいと思うっていうと、私が聞いた中では、やっぱ、 だいたい黒の方が高級感あっていいよね、みたいな。あ、確かにね、とかっていう。のがあったり、こう、なんていうのか私、ロゴには、ロゴがこれに、ま、ここにイラストもあるんですけど、イラストが上にあって、アイアムエミってなって、ここにデザインアクセサリーって書いてあるんですけど、デザインアクセサリーっていうちっちゃい文字をここに入れるよりも、アイアムエミだけの方が品があるよね、とか。いや、私はほら、情報を詰め込みたいのよ。 アイアンメイミって書いてアクセサリーとか書いてあった方がかっこいいなって思うんだけど、それはあくまでもまあ、うんね、どん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 足したくなっちゃうんだけどさ。でも、いや、それ必要ないよね、とかっていう話だったりとか、こう、なんていうのうーん、やっぱシンプルな方が映えるよね、とかっていう話をね、今回してこのデザインにすることになりました。で、 こう、そういうのをね、今話したのは、まあ、文字にしてこれから伝えていくっていう、こういうこだわりみたいなものを、文字にして伝えるっていうお話もそうですし、あとはね、こういうきっかけがあったんだよっていう話もしたかったんですけど、この2点、まあ、2点っていうか、ま、ショップ袋を作った話の方かな、で、大事だなって思ったことがあって、なんか、 まあたまたまそれ、その後にちょっとジムのね、トレーナーと話す、き話して、トレーナーさんね、と話した時にちょっと聞いたことで、ああ、確かになって思ったことだったんだけど、こう、他人の意見って、私たちみたいなこういう、一人で仕事をしてたりする人って、まあ本当に一人で仕事をしてる人ってなかなか少ないんですけどね。けど、 あの、本当に一人でこうやってて、こういう風にやってるよっていうデザインしたりとかさ、してるとやっぱ頭が凝り固まっちゃうんだよね。自分の中の正解が正解っていう風に思っちゃうし、それに囚われちゃう。囚われちゃうって言い方があってるのかわかんないけど、こう、世間、世間とはずれてるとも違うのか。まあなんか、多分伝え、言いたいことは伝わったはず。<laughs> まあとにかくこう、なんていうの。 ちょっと自分本位になっちゃうんだよね。そうだね。その言葉選びの方がいいかな。自分本位になっちゃう人が多いなって思うんだけど、実際この、まあ私はアクセサリーの作家ですけど、アクセサリーをつける人っていうのは私ではないので、やっぱそこ、そうなった時に、こう、フォロワーさんのね、意見を聞いたりとか、使う人、 の意見を聞く。そのアクセサリーを身につける人だったり、アクセサリーを送る人。送り物としてね。送る人の意見をこう聞くと、やっぱ勉強になるなっていうか、自分がいかにこう自分の世界だけで作ってるかに気づくというか、ものすごく今回のこう自分から話しかけに、本当嫌だ、嫌だっていうか、なんかやっぱ、 ねえ、人にアドバイスを求めるのって、自分ができてないと思うから、なんか、なんて言うんだろうな、ちょっと緊張するし、やっぱり、何でも自分でやってますの方がかっこいいしね、ちょっとプライドあるじゃん、やっぱりっていうところはあったんだけど、私はそれよりも、より良いね、ショップとかブランドにしたいっていう思いが強かったから、今回は、あの、そういう、こう、リアルな知り合いにアドバイスを求めたっていう話なんですけど、 まあ他人の意見とかを聞くって聞き入れるって結構難しいことなんですよね。で、そのジムとかでね、そのトレーナーさんから言われたことをその,その通りにやれる人っていうのは少ないっていう話でトレーナーと話したんだけど、なんか聞くだけって簡単なのよ。話を。例えばアドバイスを聞くだけ。聞くこと。アドバイスを聞くことは簡単なんだけど、なんかそのアドバイスを聞いて、 こう、自分に落とし込んで実践すること、チャレンジすることとか。じゃあ、例えばこういうのが、ショップバッグね、こういう、こういう案がいいじゃん。黒がいいじゃんって言ってるのに、自分の中でなんか白の方がいいかもと思って結局、まあ黒じゃなくて白にする。でも別にいいんだけど、誰かの意見を聞いてみると、それが他の人にね、刺さったりとか。OK。これもできた。もうするし、こう、自分にとってすごい成長とか、 成長にもつながるし、何よりもこう、アドバイスしてくれた人からすると、自分がアドバイスしたのにも関かかわらず、その意見をなんかなかったことにされたら悲しいじゃん。だから、まあそれを押し付けちゃもちろんダメだと思うけど、アドバイスを私から聞いたのであれば、やっぱりそれを実践すべきだし、実践してこう、なんで、なんていうのかな。 あなたのおかげでこういう風にできましたって、本当に私は思うから、本当ありがとうございましたとかってやると、やっぱこう、信頼関係が築けるじゃないだからこう、ものすごくこう、人間関係において、大事なことをしたんだなって今回気づいたのよ。こう、経験してみないとわかんないことが大半だからね、こう、失敗するにしても、成功にするにしても、まず、 自分が実践してみないと、それがどう転ぶかなんて、やっぱやってみないとわからないから、ね。っていう、その他人の意見を受け入れるっていうか取り入れる生き方って、結構簡単なようで難しいなっていうのに気づいたっていう、ちょっと素敵な話じゃない <laughs> 最終的にあの、 素敵な話に繋がったのよだからなんかさこう今までは今回のこのショップバッグを作るっていう経緯で自分がこう文字にしてまとめるとあそういえばこういうことにも繋がるじゃんとかああいうことにも繋がってたよねみたいなことに気づいたんだけど今まではこう何て言うのかなデザインに関してはこのデザインもそうなんですけど私お客様が こういう風にしてみ、してほしいっていう、この、なんていうのオーダー界で生まれたデザインなんですね。この、三日月と、一粒の天然石と、えっと、リボンラッピングみたいなのとっていうのは、お客様が、あ、これがいいなって言ってくれた案だから、自分で考えたわけじゃないのよ。でもそういうのも、そういうのが売りなんだけどね、私の。 こう、皆さんの意見を聞きながら、私が手で、私の頭と手で、その作品を作り上げるっていうのが私の売りなんだけど、でもそれってどうなんだろうって思ってたの、実は。なんかセンスないし、そこまで。まあ別に、なんつうんだろう。自分を卑下するわけではないんだけど、なんか、自分でこれが作れたらよかったのに、みたいな。なんでみんなは浮かぶものが私には浮かばないんだろう。 で悩悩んんだ時も悩んでたのよちょこちょこ。でもうちょっと自分でやりたいなって思って頑張るんだけどなかなか浮かばなくて結局まあ配信つけてでなんかうまいこれと何をくっつけたらいいのかなとかって言うと「エミ <laughs> さんこっちのこれとくっつけたら可愛くない?」みたいな前出してた「このやり方はどう?」とかって教えてもらって「あ 確かに、それだったらこうだよね、みたいなことがすっごいいっぱいあるのよ。私の作家の生き方としては。でもそれってどうなのかなって思っていたんだけど、まあ、今回ね、そういうショップバッグを作るっていうことを通して、そしてそれを文章にまとめたことによって、あ、こういうことにつながるんだ、みたいなことに気づいたんだよね。 だから、こう、梱包に対しての、ちょっと、小話っていうか、工夫みたいなものをお話したいし、見て、できたラピスラズリーも。まあ、これちょっとね、もうちょっと、あの、綺麗に、後で整えます。とりあえず、まあ、8割型できた、みたいな感じで。よいしょ。っていうね、お話でした。まあ、うーん。 それがいいのかもも悪いいのかかか正直わんんんななですけどねなんか自分の中ではいいと思ってんだけど、まあ、これが合ってんのかもねそう人の意見を聞くっていうことをしないでこう自分の頭の中にできてるデザインとか自分の思いみたいなのをちゃんとこう作品にね 通した方がいいっていう人ももちろんいるだろうしって思うんだけどいろんな作家がいていててよねって思うのいろんな人がいてお金目的でやる人がいてもいいしそれともお金とかじゃなくてこう自分の想像して作ったものを手に取ってくれるだけで嬉しいっていう人がいてもいいしみたいないろんな人がいていろんなパターンがあっていいと思うから自分のことをねもうちょっと認めてあげようと思って。 あのちょっと決心をねしました今回なんか改めていろいろと思うことがありましたなのでねなんかもしなんか自分がさこうどういう風に思ってんだろうとか自分って何が強みなんだろうとか分かんない人いたらやっぱ書いてみるとかっていいかもね私しゃべるだけだったからさ喋ってこう残すことは得意なんだけど。 ね文章を書くのってやっぱ難しいとか言ってさ、嫌いとか苦手とか言って逃げてたから今までは、ちょっとね、リハビリみたいな感じで、これから少しブログとかもね、チャレンジしようと思いますので、ぜひ、なんかこう、今の話と同じ話をちゃんと文字で読んでみたいなっていう人いたら、ああ、ま、 インスタの投稿だと終えないと思うんで、えっ、ー、と、ブログをね、オンラインショップのブログをね、読んでもらえると嬉しいです。あ、もしよかったら、あそこに貼っとこうかな。概要欄に貼っとこうかな。ちょっと YouTuber みたーい。概要欄に貼っていくので見といてください。てね。YouTuber みたい, <laughs> い。貼っと、貼っと、貼ってみます。<laughs> まあどうなるかわかんないけど。 じゃあこれ一粒巻いたらおしまいにしよう。本当はね、ブログに書いたとかも恥ずかしいからさ、文章書くの苦手だから、なんか構成が下手くそなのよ。文章の考える。考える書く、書く構成なんか、あんじゃん。話の組み立てとかさ、文章の組み立てみたいな。あれが下手くそなのよ、私。だから、あっち行って、こっち行ってってやっちゃうんだけど、やっぱ台本とかもね、書かないし、頭の中で思ってることを、あ、やだ、素直に、 話すことしかしないからも、もしね、よかったら読んでもらえると。で、ね、でもね、本当はだからね、こう、ブログに書いたっていうのを、言わないでおこうと思ってたんですよ。誰にも。あの、配信してる時に、実はこういうの書いたんだよねっていう話だけはしてたんですけど、あえてこういうのをブログ記事に残しましたみたいな書くのやめようと、書いたりとか、こう、言ったりするのやめようって思ってたんだけど、 あ、ダメだと思って。そういうのも、たくさんの人に見てもらえるんだったら、ちゃんと見てもらって、で、また、そこから何か新しくこう生まれるかもしれないから、ちょっとね、こう作品作りだけではないところで、たくさんの人に私の思いとかね、知ってもらえたらいいなっていう。はい、できた。これはペンダントトップになります。これもちょっと、もうちょっとここの部分、きれいにしたい。やっぱね、YouTube でね、通して作るとね、 大半の部分できるんだけど、やっぱ微調整がね、なかなかできないから。あとはこの後に微調整をして、あと残りの分、まだ実はたくさん注文いただいてるので、ダーッと作って。で、そんで、プラスこの後にこの子たちを撮影して、みたいなことをやっていきます。まあ、もしね、気になる方がいたら、あのー、作品というかオンラインショップもね、概要欄に載せるので、とか言って。 概要欄に載せるので、もし見てもらえたら嬉しいです。では、本日はここまでにさせてもらいます。またね、なんかお話ししてほしいみたいな話のネタがあったら、あのー、随時受け付けておりますので、インスタの DM だったり、こちらのコメント欄に書いていただけると嬉しいです。では、皆さん、またお会いしましょう。ありがとうございました。